に備え全ての準備を終えた両選手、今最後のひとときを控え室で過ごしております。 WBA のチャンピオン渡辺の控え室です。この名誉ある一戦を冷静に気負うことなく受け止めている渡辺二郎、29歳の円熟した技と力が 100% 発揮されるはずです。 WBC 世界チャンピオンパヤオ・プーンタラットの控え室です。今朝1回目の計量でウェイトオーバーというハプニングがあったんですが、食事を始める時の表情を見る限りそのショックは完全に消え去っているように私には思えました。その後 300g のステーキを時間をかけてゆっくりと平らげたパヤオ、今軽く体を動かしながらゴングを待っております。この放送は世界の名酒サントリー、カー用品の専門店チェーンオートバックス、大塚製薬、全日空、キヤノン、日清食品、トヨタ自動車、片岡物産とご覧のスポンサーの提供でお送りします。さて、世界チャンピオン同士による真の世界一決定戦、今晩の放送席の解説はいつものように元2人の世界チャンピオンファイティング原田さんと小林博さんです。どうぞよろしくどうぞ。それにしてもチャンピオン同士というすごい試合が決まったもんですね。これはもう世界チャンピオン同士ですからね、本当世界一を決める試合ですからね、大変だと思いますよ。小林さん、はい、どうです。そうですね、本当のもう真のチャンピオン、本当の世界一をね、決める第一戦ですからね、もうそれのふさわしいその雰囲気ですね、これもね。今夜真の世界一をかけて戦います両選手を一つ VTR でご紹介いたしましょう。 WBA のチャンピオン渡辺は生粋のなにわっ子でありまして、日本憲法出身の異色のボクサーですが、すでにタイトルを6度防衛、そのうち5回は KO 勝ちという記録の通り、得意の右フックを武器に次々と挑戦者を倒してまいりました。数多い世界戦のキャリアが今日の試合でどう生かされますか。持ち前のスピードとパワーでパヤオを破り、日本ボクシング史上初の統一チャンピオンを目指す渡辺です。一方 WBC のチャンピオンパヤオはアマチュアで125戦してわずかに3敗、モントリオールオリンピックで銅メダルを取り、3年間の兵役の後81年プロ入り、わずか2年でオロノを破って世界チャンピオンになったエリートボクサーです。冷静なカウンターパンチとよく伸びる強烈な左フックで初防衛に成功した典型的なアウトボクサー、ボクシングのうまさと勝負度胸の良さがこの人の持ち味です。さあ果たして世界ジュニアバンタム級最強のチャンピオンは渡辺でしょうかパヤオでしょうか。パヤオプーンタラットが今リングに向かいました。渡辺がこれから控え室を出ます。向かう先は7度目の赤コーナーです。場内が暗くなりました。さあいよいよ両選手の入場であります。まず初めに入場してまいりますのは WBC 世界ジュニアバンタム級チャンピオンパヤオプーンタラット。先頭は日本に留学中のマネージャーのソンポップさんの持つ WBC のチャンピオンベルトが三千と輝いております。日本でおなじみのコーンキングプッチチャチャイチョノイラ名チャンピオンを生んだタイで実に5年ぶりに生まれました久しぶりのチャンピオン、少女仏教の国からやってまいりましたタイの英雄は今静かにリングの下で手を合わせまして、これから神聖な戦いの場へと足を運びます。いかにも東洋的な神秘を感じさせます。タイの飛行士といわれる関西なまし、予想外に長いリーチを持ちます WBC の世界チャンピオンパヤオがリングに上がった後、さあ今度は地元大阪が生んだただ一人の世界チャンピオン渡辺二郎の登場です。
ちらも WBA のジュニアバンタム級チャンピオンベルトを先頭に、歴代のジュニアバンタム級チャンピオンの中で防衛6回の新記録を作りました、なにわのチャンピオン渡辺二郎、ついに WBA だけでは満足せず WBC のタイトルも合わせて取ろうという大きな野望に踏み切りました。パヤオとのチャンピオン同士の一戦はこの渡辺自身が自ら望んで実現しただけに、おそらく大変な自信と決意でリングに上がることと思います。それでは一丁のアナウンサーにインタビューしてもらいます。渡辺さん、パヤオはもうリングの上に上がっていますが、いよいよ渡辺さんが望んでいたチャンピオン同士の一戦ですね。はい、もうチャンピオン同士ができることは本当に光栄に思っております。とにかく全力で倒します。頑張ってください。はい、渡辺二郎が統一チャンピオンを目指して力強くリングに登場。さあ、これで真の世界チャンピオンを自負する2人の男が四角いリングの中に姿を現したわけであります。ここで WBA と WBC の世界チャンピオンに、この放送のスポンサー、サントリー、オートバックス、大塚製薬、全日空、キヤノン、日清食品、トヨタ自動車、片岡物産、水野スポーツからそれぞれ花束が贈呈されます。さて、これまでに WBA と WBC の世界チャンピオンが戦った試合はわずかに7回、渡辺パヤオ戦は8回目です。最近ではレナード・ハーンズ戦、先月のデュラン・ハーンズ戦が有名でありますが、昨年 WBC が世界戦を12ラウンドにしたことからますます統一戦は難しくなりました。こうした状況の中で真の世界チャンピオンを決めるには、今回のように WBA の渡辺が WBC のパヤオに挑戦してタイトルを奪い、BA、BC 両方のチャンピオンになるのが最善の方法となったわけです。なお、今朝の外伝で WBA の面倒坂会長がもし試合を強行すればリングに上がった瞬間渡辺のタイトルを剥奪すると語りましたが、日本ボクシングコミッションはそのような通告はまだ来ていない、渡辺のタイトル問題は試合後検討することになっていると突っぱねております。ところで今夜はもう一つ、先月行われましたジュニアミドル級の世界チャンピオン同士の決戦、デュラン対ハーンズの壮絶な KO の模様も合わせて放送いたします。どうぞご期待ください。この放送は読売テレビをキーステーションに全国27局ネット生中継でお送りしております。 WBC ルールで行われます今夜のタイトルマッチ、グローブが6オンス、採点は10点砲、これは WBA と同じでありますが、12回戦フリーナックダウンシステムで行われます。なお、レフリーは採点をしませんで、ジャッジ3人が採点いたします。こちらが青コーナーのパヤオ・ブーンタラット、両選手が6オンスのグローブをほぼ巻き終わりました。さて、それではここで試合に先立ちまして、両国国歌、吹奏は陸上自衛隊中部方面音楽隊の皆さんであります。最初に大国国歌でございます。リングサイドにタイの官房長官にあたりますチャイシリ大臣も駆けつけております。もちろんこの試合はタイにも衛星中継をされております。
タイ国民の期待を集めるパヤオでありますが、あるいは国王もご覧になっているかもしれません。リング上ではコミッショナー宣言です。世界フィギュアバンタム級 WBA チャンピオン渡辺二郎対 WBC チャンピオンパヤオ・プーン・タラットの12回戦は本日午前10時規定通り。さあ原田さん、はい、この WBA のチャンピオン渡辺の表情、リングに上がった感じどうですか。そうですね、いつもよりですね、はい、非常にリラックスしているような感じを受けるんですよね。だからその点がね、そのまんまのリングに上がればいいんですけども、僕はちょっと心配なのはあんまりリラックスしすぎてますとね、はい、その相手にですね、なんていうんですかね、調子がいい時に限ってね空回りする場合が多いですからね、ちょっと慎重に変わってもらいたいなと思いますね。一方パヤオが映っておりますがね、小林さん、はい、今日のパヤオは計量でですね、はい、1回失敗をして、そうです、ね、30分後にやっとパスをしました、はい、それもね、340g ですか、はい、約4分の3パンドなんですけれどもね、それはまあ30分ぐらいで落としたんですけれどもね、さほど影響なさそうですね。影響はない、はい、そうですか。さあ東洋で、初めて行われます夢の対決、WBA のジュニアバンタム級チャンピオン渡辺と WBC のチャンピオンパヤオ、いよいよリング上ではこれから両選手が紹介されます。ただいまより世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WBA 世界ジュニアバンタム級チャンピオン114パウンド4分の3大阪県県に所属渡辺二郎。これまで22戦21勝 15KO1敗、 KO 率が 71%、WBA のチャンピオン渡辺二郎です。 WBC 世界ジュニアバンタム級チャンピオン114パウンド4分の3タイトルパヤオプーンタラット、プロに入りまして17戦16勝 10KO1敗、 KO 率 62%、 WBC チャンピオンのパヤオであります。さて、ジャッジが紹介されております。アメリカのルー・フィリポさん、世界戦が24回目、そしてディック・ヤングさん65歳、世界戦53回目のベテラン、イタリアからマルセロ・ベルティニさんで62歳、世界戦が39回目、レフリーは採点はしませんが、アメリカのリチャード・スティールさん40歳、世界タイトルマッチ28回目、4試審判はいずれもベテランであります。さあ原田さん、はい、まずこの試合の見どころを一つ聞かせてください。そうですね、渡辺君がですね、やっぱりこれ僕はペーサー戦いだと思うんですよね。プンタラットのですね、足を止めて足引くかですね。だからプンタラットはジャブがしつこいように左手ますからね、その左うまく回復持って渡辺君の右フックストレートが当たればですね、早い回にダウンということも考えられますね、はい、世界ジュニアバンタム級最強の男は果たして渡辺かパヤオか、いよいよこれから第1ラウンドのゴングが鳴ります。さあゴングが鳴りました。注目の第1ラウンド、サウスポースタイルの白いトランクスに赤いベルトライン、大阪政権の渡辺二郎、一方タイで現在唯一の世界チャンピオンパヤオ・プーンタラット。第1ラウンドの動き、両選手の作戦、こういったところが大変に注目される見どころであります。今朝10時の計量で、おっ、左のストレート、早くも渡辺のオープニングヒット、顔面を捉えました。パヤオは非常にスピードのあります、そしてシャープなボクシングを信条としているアウトボクサー。このパヤオが今朝10時の計量で4分の3ポンドオーバーして、30分後にオートミーのストレート、ちょっと距離がありましたが、しかし小林さん、はい、パヤオの右のパンチ伸びましたね。そうですね、これと左の返しが怖いんですけどもね、今左のフックを打たなかったですけどもね、はい、非常に怖いですね、この右のストレート、左のフックですね。
そのウエートオーバーも原田さん小林さんはさほどパヤオには影響がないだろうというふうに話しておりました。第1ラウンドであります。1分15秒を経過します。 WBA のチャンピオンと WBC のチャンピオンによる真の世界一決定戦。左のフック、これです。これが怖いパンチであります。今度は右のフック、渡辺二郎。これは原田さん、はい、パヤオの左のフックか渡辺の右のフックか、これがやはり勝負の決め手になりそうですね。そうですね。でパヤのですね、あのストレートですね、はい、あれから返しが怖いですね。小林さん、はい、WBA のチャンピオンの渡辺選手の距離の取り方はどうでしょう。今のところはいいですね。ただですね、大きな振りをしないことですね、はい、みたいにですね、中途半端にしないことですね。入るなら入る、そしてババンと打って左右に動いて離れるとかね、はい、いいのストレート、長いパンチ、これはよく見ておりました。渡辺二郎軽くかわしました。ボディーブロー落ちます。これなんですよね、上下上下とね、よく打ち上げてますからね、はい、渡辺の右のフックはかすかにかすりましたがクリーンヒットになりませんでした。しかし本当にこう緊迫の戦いですね。小林さん、あーっと左のストレート、右のストレート、パヤオの右ストレート顔面を捉えました。一発一発に非常に威力があります。パヤオが速い勝負を仕掛けてくる。渡辺が出ます。今度は逆、あった、左のストレート打ち合いになりそう。第1ラウンドからさあ残すところあと15秒であります。第1ラウンド、あーっと左のストレート、右のストレート、これは消えた。渡辺打たれば、さすが世界チャンピオン WBC、パヤオの強烈なパンチ、なかなかスピードがあります。原田さん気も強いですね、パヤオは。さあ第1ラウンドどうでしょう。このラウンド原田さんは10対10、小林さんは1対10でパヤオを取りましたね。第1ラウンド終わりました。それではここで両選手の体格比較表をご覧いただきます。身長でパヤオがわずかに3ミリ高いんですが、リーチでは 4.5 センチパヤオが上回ります。渡辺が29歳と3ヶ月、パヤオが27歳と9ヶ月であります。小林さん、はい、タイでのですね、はい、この試合の掛け率が、はい、渡辺が2対1で有利というふうに出てるんだそうですが、ね、あ、そうですか。この第1ラウンドを見る限りどうですか。小林さんは渡辺がワンポイント取られましたね。そうですね、後半のですね、はい、ファイナルのクリーンヒットですね。渡辺の左のストレート顎を捉えました。それはあまり強打ではありません。原田さん、はい、WBC のチャンピオンのパヤのボクシング、第1ラウンドを見て大体感じがつかめたと思うんですが、どうでしょう。いや非常にですね、怖いですね、はい、では非常に打ち合った時はですね、お互いに打ち合ってきますしね。ただ僕は左フックと右フックですね、あれはねちょっとね気をつけないとね、タイの一つのね、はい、キックやってますからね、肘打ちみたいな感じでこう落とすような感じなんですよね。あれ普通まともに食うと怖いですからね、はい、WBA の世界チャンピオンの渡辺二郎。小林さん、はい、渡辺にどうでしょうか。こういう大試合ということで気負いというのはないでしょうか。うん、試合前までだいぶニコニコしていたんですけどもね、はい、やはり今もおっと右ストレート、それとですね、先ほど右ストレートを受けてですね、渡辺君の左の頬ですがちょっと腫れてるんですよね、はい、赤くなってますけどもね、まあ、今はリラックスしてると思いますけどもね、上がる前からやっぱりね、最初の一段で少しピッとしたんじゃないですか、はい、決まりがね。いやこれはやるなっていうことでね、試合は第2ラウンド、なんとか前半にポイントを取りたいと言っておりました渡辺でありますが、さあ思い切ったパンチの交錯であります。スピードでは渡辺の方が圧倒的に速いんではないかとよく言われますけれども、しかしなかなかパヤオ速いですね。右ですよね。長いパンチを繰り出します。パヤオプンタラット、よくサウスポーに対してですね、はい、右を使ってますね。よく研究してますか、はい、予想以上に長いリーチが伸びるような気がしますね。そうですね、今日なんかねそういうような感じを受けますね、はい、さあこれを渡辺がどういう風に迎え撃ちますか。第2ラウンドもあと1分を切りました。レフリーのスティールさん、ボディーブロー落ちました。右のボディーブロー、なかなか強烈ですね。強烈ですね、はい、いいボディーブロー落ちます。試合運びがやっぱりねうまいですね、はい、うまいってそれでボクシングに対しての早速ですね、上下の攻撃ですね、はい、これよく出してますね。あっと右のストレート、強打を放ちました。パヤオプンタラット WBC のチャンピオン。
渡辺はなんとか得意の右のフックを決めたいところ。パヤオが下がります。じわじわと渡辺が追います。左のフックを打ちます。パヤオ、これは空振り、要注意の左フック。右を当てました、右を当てました。パヤオ、今度は左を当てたパヤオであります。なかなか強いパンチを打ちます。渡辺も第2ラウンド積極的に前へ出ました。このラウンド原田さんの回転は10対10、小林さんも10対10です。さすがに世界チャンピオン同士の一戦らしく緊迫のラウンドが続いておりますが、ここで、両コーナーにおりますレポーターにちょっとレポートしてもらいます。赤コーナーの一丁田さん、はい、今ですねしきりに言っていることはもっと体を動かせということですね。それからですね、控室では左をフェイントに使って右のフックを打つ練習を特に重点的にやっていたんですけども、はい、ここでもやはりまず仕掛けて、そして打たせて、その後を取れ、それをしきりに指示してます。一方パヤオ側の芦澤さんどうです。はい、ソンポップマネージャーはね満足げにうなずいてるんですよね、ええ、ただねディフェンスの点で守りの点で顎を素早く引くことを忘れるなということをしきりにセコンドが叫んでます。どうですか今の両コーナーの指示。全くその通りじゃないですか。パヤオはですねやる打った後どうしても顎が下がりますからね、はい、そこは渡辺君のやっぱりいいパンチが入ったらですねこれはね怖いと思います。試合は第3ラウンドに入っております。 WBA と WBC の世界チャンピオン同士の一戦。左のストレート渡辺、思い切って一歩踏み込んで左のストレートを打ちました渡辺二郎。パヤオの背中からかなり汗がにじんでおります。渡辺のパンチをかわした WBC のチャンピオン。しかしパヤオってのはね武器名声冷静ですね、はい、非常に冷静ですよね。じっとも睨んでいてですね右のストレート、どうやらこのパヤオのいきなり出す右には慣れたようですね渡辺は。そうですね、でも上下に来る打ち上げの怖いですね、はい、あれはね、上がダメだったら下に来るあれがちょっと念が回りますね。かなりの両選手の間に距離がありますね。そうですね、この距離はパヤオの距離でしょうか渡辺の距離でしょうか。渡辺じゃなくてパヤオですね。パヤオの距離ですか、はい、左のフック、これは肩でかわしました渡辺二郎。渡辺君もですねパヤオ同様にですね渡辺君のジャブから左のボディを打ったのを後ろのボディを打ったね、はい、パヤオがかなり振りが思い切った大きな振りになってますが。そうですね、そこだから打ち終わったところをうまく渡辺君のパンチが出るといい、面白いですね。渡辺の顔の頬のあたりがかすかに擦り傷のようなものができております。第3ラウンド大きなパンチを打ちますパヤオ、うまく下がって距離を取ります。 WBC のチャンピオン渡辺が距離とタイミングを測っております。リングの中央、まあ、相手側のアトキンソンコーチがですねこれはパヤオのイギリス人の特別コーチなんですけれども、両選手とも非常にクリーンボクサーなので、最高の試合になるだろうというような話をしておりました。さあ渡辺は突っかけた、冷静にかわしますパヤオ。一発一発に非常に力のこもったパンチを打ちますパヤオプンタラットです、うん、入ってくる渡辺は、できるだけ前半でパヤオにパンチを振らせて疲れさせたいというようなことも試合前言ってましたが、かなり大振りで打ってきますねパヤオが。そうですね、だからもう少しですね、先ほど言ってたように渡辺君もフェイントかけて入ったらいいんじゃないかなと思いますね、はい、第3ラウンド終わりました。第3ラウンド小林さん原田さんともに10対10であります。右から入りました、左の服を返されてますね、返されてますね。なかなかいいタイミングでパンチを打ちます、パヤオプンタラットですね。やっぱりさすがのね、今夜のこのタイトルマッチ WBA のチャンピオンの渡辺がパヤオの持ちます WBC のタイトルに挑戦をする形で行われております。従いまして、この試合は渡辺が勝ちますと BABC の統一チャンピオン、一方のパヤオが勝ちますと WBC のタイトル2度目の防衛と WBA のチャンピオン渡辺を下した真のチャンピオンの評価を得る、こういうことになります。場内がかなり熱くなりました。この大阪城ホール監修は満員であります。第4ラウンド、今日の大阪地方が最高気温が34度、今日もまた3日続きの真夏日というふうに言われております。場内クーラーが効いてはいるんですが、しかしリング上は
場内の熱気とともに次第に温度が上がっております。このラウンドはパヤオが前進します。渡辺は打たせるつもりでいるんでしょうか。渡辺はできるだけパヤオに振らせるつもりでいるんでしょうか。 WBA のチャンピオン渡辺二郎がサウスポー。渡辺のスピードはどうでしょう、原田さん。今日はスピードはですね、はい、いいですよ、はい、そんなにな、くないんだ、いいですよ。一回転しましたが、これはダウンを取りました。ちょっとバランス崩したところですね、はい、力でねじった感じですよね。そうですね、大きく一回転しました。そういえば、もうずいぶん昔になりますが、このフライ級のタイトルマッチで大場正夫選手が5度目の防衛戦でタイのチャチャイ千代ノ井選手にいきなりその大きなロングミニ服ですね、これでダウン取られたことありましたが、何かこうずっとパヤオ選手は秘密練習をしてきましたが、何かこう秘密兵器のものがあるんでしょうかね。やっぱりこの試合で、ね、左のストレート渡辺、公開練習ではね、ロナウド左服ですね、それから右はもう言わせてましたけども、やはり右のストレートはね伸びますね、非常によく出してますよ。非常にタイミングがいいパヤオのボクシング、それと振りの思い切りもいいですね。そうですね、思い切り打ってますよね。しかしこれはクリーンヒットしておりません。渡辺はできるだけ振らせるつもりのようであります。相打ちを狙ってるんですか、渡辺は。ちょっと手数が少ないですね、やはりフェントをかけてですね、どん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 左右にいつも動きますよね、はい、面ぐらした方がいいんじゃないですかね。このペースだとやっぱりパイアのペースで下がるみたいですね、はい。放送席高尾さん、はい、渡辺コーナーはやはりね、パヨの大振りを見て、今ロスさせる、そういう作戦出てます。渡辺がちょっとグラッとしますね。このラウンド2度目であります。こういうでも当たらなくてもこういう形はするんですか、ね、頭を抑えてのアッパーカット、これは反則、これは反則であります。パヨ2度頭を抑えてアッパーを打ちました。左のフック、パヨの得意の左のフック、ここでゴング、おゴングの後打ちました。ちょっとこれ渡辺聞いたようですね。このラウンド原田さんの採点は10対10、小林さんの採点は10対9、あ、両方ともパヤオのラウンドですね、はい。それでは第4ラウンドのパヤオの攻撃をご覧いただきましょう。あ、これは左の足が引っかかってまして、渡辺がバランスを崩しました。さあ試合はこれから5回目、パヤオプーンタラット。本当に今朝の計量の失敗がですね、嘘のような顔してますね、原田さん。多分にね、こういう僕はね、計量のその前の記者会見で顔を見てもですね、はい、非常に悪かったんですけども、で今日の計量ですね、顔色いいんですよね、だからあれ目いっぱい食べたからね、今日の計量でもね、オーバーでも落ちたと思うんですよね、そういう面でさ、動いたことが返ってどう出るか分かりませんけども、非常にまあ先ほど言ったようにさほど関係ないんじゃないですかね。試合は第5ラウンドを迎えております。中盤、WBA のチャンピオンと WBC のチャンピオンによる真の世界一決定戦。ここまでの採点はわずかにパヤの方が優勢という感じのラウンドが続いております。放送席の高尾さん、はい、WBC チャンピオンの、ね、パヤオサイドなんですけどね、はい、先ほどのその大振りという話ね、マネージャーはね、そう心配はないって言ってるんですけれども、スラットトレーナーはやはりもう少し小さく鋭く振れということをインターバルの間に言いますね。なるほど、はい、渡辺の手数がやや少ない感じの第4ラウンド、そしてこの第5ラウンドであります。まあしかし渡辺二郎も過去に6度タイトルを防衛した本当に頭脳派のボクサーですからね。ローブローの注意、相打ちですね、必ずでも打ち返しますね。どういうふうに作戦を立てておりますか。WBA のチャンピオン渡辺二郎、地元の大阪でのリングであります。パヤオが距離を取っております。踏み込んでワンツー、しかしこれはかわしております。渡辺二郎、渡辺が右フックを打ちましたが左フックを返しました。かなり思い切って踏み込んでまいります。パヤオプンタラット、左のフックストレート、そして右のフック、根性という点では渡辺二郎はなかなか人に負けません。
どうもパヤオの左足がですね、渡辺が右に回るときに足に引っかかるようですね。ちょっと外にやりますからね、はい、ちょうどサウスポートを押すというのはそういう感じになりますよね。だからずるい人はあれは足を踏んづける場合もありますからね、はい、WBC のルールで12回戦で行われておりますこの試合は第5ラウンド。パヤオが攻めますが渡辺うまくかわしております。お左のフック、強い左のフックを打ちましたパヤオ。今度は渡辺の右のショートフック当たりません。左のストレート、渡辺が追い、パヤオが下がる。しかし怖いパンチを打ちますパヤオ。プンタラットでやります。第5ラウンド終わりました。このラウンドは10対10の互角であります。ラウンドの渡辺のパンチをご覧いただきましょう。左のフックですね、ストレートに近いようなフックを打ちました渡辺二郎。どちらかというと渡辺二郎はこれまでの世界タイトルマッチ、ポイントで、先行をして、逃げ切るというスタイルの試合が多かったのでありますが、今晩のこのタイトルマッチはむしろパヤウに先行をさせて後半に巻き返す作戦か。渡辺の右のフック当たりました。中盤から後半にかけて勝負をしたいというふうに言っておりました WBA のチャンピオン渡辺二郎、白いトランク、サウスポースタイル、一発一発に威力を込めますが、しかし渡辺これうまくかわしました。どうですか、クリンチとはしてないんじゃないですか今。そうですね、入ってません。ただ渡辺君で攻撃してなくてやっぱり相打ちになった方がいいですよね。渡辺君打とうと思ってんでしょうけどね、はい、なんかここまでなんだとなんか気ばっか先走ってる感じで、手数がそのまま出てないですね。とにかくパヤオの方は特に左は要注意ということを前々からこう言われてはいるんですが、思い切って打つ右も怖いですから、両方のパンチがやはり怖いですね。そうですね、ストレート本当両方怖いですよ。渡辺が左ストレート2発決めました。やっぱりなんか力が入ってるような感じも受けますね渡辺君は。おそらくこのリング上の暑さというのはパヤオにとりましてはタイでの 冬ぐらいの気候でありましょうか。渡辺にとっては夏はあまり得意ではありません。試合は第6ラウンド、まもなく1分30秒。渡辺の右ストレート、小林さん、はい、渡辺としてはですね、はい、このパヤオの距離をどういう風にして詰めた方がいいんでしょうね。やはりじわじわと行きたいんですけどもね、その前にパヤオの右ストレートが来たりですね、うっかり入ってくると左フックですね、はい、ですから今みたいなやっぱり渡辺が重くて踏み込むことですよね、それもいきなりです。もう奇襲戦法みたいなね、その戦法がいいんじゃないかと思うんですよね。お互いにリング上の駆け引きが続いております。フェイントをかけております両選手。第6ラウンド、おーいいボデボロ。ただ渡辺君のパンチっていうのはやっぱり今日は単発ですね、はい、一発で返しがないですね。第6ラウンドもあと40秒になりました。渡辺の右軽く当てました。パヤオがちょっと手数が減りましたね。そうですね、ちょっと見てんじゃないですか、渡辺はこの試合に備えまして特に右の服はもちろんのこと左のボディアッパーを練習しておりましたが、しかし相手が元気なうちはなかなかボディは打てないというふうに言っておりました。おそらくそれは後半これからだと思います。さあ渡辺が前を詰める、ボディブロ、ちょっと渡辺がよろけました。渡辺よろけた。さあ勝負になるか打ち合いになるか。第6ラウンド思い切ったパンチの交差が打ち合いになるか。ここでゴングであります。なかなか強い両選手。第6ラウンド終わりました。それにしても壮絶な世界チャンピオン同士の戦いであります。今日はこの試合とにかく歴代の世界チャンピオンがこのリングサイドで見ておりますが、さあその打ち合い、渡辺グラッとしましたね。歴代の世界チャンピオンがリングサイドにおりますが、それでは今日の試合の模様など印象をですね、今井アナウンサーに聞いてもらいましょう。どうぞ。はい、まず白井義雄さんに伺います。白井さん、
今までの戦いぶりどうですか両選手、ちょっとですね渡辺君がね後手後手に回ってですねちょっとカウンターされてるんですね、これがちょっとやっぱり良くないですね。今ちょうど半分終わったんですけどね、6回今終わったんですね、長いからやっぱりもう一人頑張らないといけないですね。いやいやフリート、はい、で小沼昌司さんはどうご覧になりますか。そうですね今見てて白井さんが言われた通りやっぱちょっとフリートですよね。そうですか、はい、まあ、今後の、奮起に期待と。そうですね、はい、渡辺二郎が、はい、ありがとうございました。渡辺が左のまぶたを切りました ね、 左ですね。そうですね、これはチャベス戦の14ラウンドに切ったところがまた切れたとこういう感じでしょうか。6度目の防衛に成功した渡辺でありますが、しかしその時に右の目をカットしました。左の目をカットしました。その傷が切れております。さあ打ち合いになりそうだ。早尾冷静。今の段階ではやはり WBA のチャンピオンが仕掛けようとするとうまくカウンターを取ってくるという WBC のチャンピオンということですね。そうですね、渡辺君もですねやはりこれで見張ってないで渡辺君の方からやっぱり仕掛けていった方が先手先取った方が僕はいいと思いますよ、はい、高尾さん、はい、左目の傷なんですけどね上小泉さんの話によりますとチャベスで来たところだそうです。そしてそうですか。心配なのはやや深いということです。なにわのど根性渡辺二郎第7ラウンド後半に入りました。これからの残るラウンドをどのように戦うか。左のストレート渡辺。しかしこのパヤオは気が強いですね。打たれた前が飛んでいますからね。一発打たれたら下がるんじゃないですか。中入ってきますね。このチャベスと、パヤオという選手は、とにかく2度、初防衛戦の時はエスパダスに第7ラウンド右のストレートで弾を取られて大の字になってるんですが、まあ、顎は決して強くないというふうに聞いてるんですけどもね、気は強いですね。そうですね、顎から見てもですねさほど強いとは言えませんけどね、やはりいいパンチ蹴ればね倒れますけども、はい、気はやっぱり強いですね。一発打たれたら2発3発返そうっていう感じですね、はい、このラウンドもパヤオが攻勢。渡辺の先ほどのクリーンヒットが一発ありました。渡辺にはまだ今日連打が見られません。ワンツーを打ちます。 WBC チャンピオンパヤオ現在ただ一人のタイでの世界チャンピオン。もちろん渡辺も日本でただ一人の世界チャンピオンであります。どちらが勝っても世界タイトルを一つ失う国があります。渡辺攻める。高尾さん、はい、パヤオサイドですけれどもね、先ほどダウンの話がありましたがね、やはり左のガードを下げるなということを盛んに言ってますね。なるほど、インサイドで打ち合いになったんですがね。さあ渡辺攻める。渡辺距離を詰める。これは渡辺の距離であります。依然としてしかしパヤオのパンチもなかなか健在。ここで第6ラウンドのゴンが鳴りました。このラウンド原田さん小林さんは共に10対10ですか。はい、10対10であります。から第8ラウンドに入ります。目の治療をしております。左のまぶたがパックリと口を開いております。 WBA の世界チャンピオン渡辺二郎選手、試合はこれから第8ラウンド。早くもパヤオは立ち上がりました。左側が吉井清帝拳事務会長。第8ラウンドゴンが鳴りました。問題はしかしまだまだこれからの勝負ですね。原田さん、そうですね、渡辺君もですね入ったらですねやはり入ってった方が入って逆にチャンスがありますね。ただこのパイオはまだうまいですからね。この自分の距離ですか、はい、入ってくると一歩バックステップして、で今日なんか渡辺君ねやっぱり力が入ってる感じがありますね。手数が返しがないですね。だから多分に僕らも経験あるんですけども、調子がいいと思うとリングに上がるとですねなかなかこの力が入ってバック入って相手のいいペースに捕まれちゃう場合がありますからね、そんなような傾向ですね。なるほど、もう少し細かく細かく 1-2-3、1-2-3、ワンツースリー、ワンツースリー手を出せると面白いんですけどね。ちょっと単発ですね、確かにね。それから一方の WBC のチャンピオンのパヤオですがね、小林さん、はい、どうですか。いや、ね、非常にねカウントワンツー簡単がうまいですよね、それとやっぱり自分の距離で戦ってますよね、はい、ですからそういった意味で渡辺君が踏み込んできてもですね空振りさせてもすぐ一発食ってもですねすぐまた打てるんですね、はい、
打ち返すことができるんですよね。パヤオは、カウンターとそれから距離の取り方、はいはい、来ないと思うと自分から来てね、入って来ると思うと自分でバックステップしながらカウント取りますからね、非常に嫌じゃないですか、だから中途半端の攻めだったらいかんと思いますね。渡辺としてはなんとかそのパヤオの足を止めたいんですよね、そうですね、やはりだからあの僕はあの右のストレート左ストレートですから、はい、ジャブからの、あのボディをね打ったらいいと思うんですけどね、なかなか今日はあのそれで渡辺君の右ですか、右やっぱ右引くのあれもちょっと出ませんね、はい、第8ラウンド、まもなく2分になろうとしております。ここまでのラウンドは27歳と年齢が1歳半若い WBC のチャンピオンがわずかにポイントリードという感じの放送席。渡辺の右、左に揃えた、渡辺の距離になってはいるんですが、ちょっと手が出ません。左のボディストレート、そして左のストレート顔面へ、おっと打ち返せません。しかしね、このボディブローのアッパーはね、はい、意外と効いてるんじゃないかと思うんですよね、渡辺君にとってね。いいですよね、あのボディはね、本当に。おっと今度はパヨが眉間を切りました、切りましたね、パヨが眉間を切りました。渡辺が左の目、パヨが眉間、早尾の右、早尾の右、左右の連打、さあ早尾が勝負に出るか、早尾が勝負に出るか、早尾勝負に出ます、ここでゴング、早尾が勝負に出た、ここでゴング。このラウンドは早尾がワンポイント取りました。それでは第8ラウンドの終盤、早尾の攻撃をご覧いただきましょう。本当に気の強い選手ですね、打たれれば必ず打ち返すという感じのパヤオ。試合はいよいよこれから9回目を迎えます。 WBC のタイトル防衛と真の世界チャンピオンを目指すパヤオ、一方 BABC 両方のタイトルを統一したい渡辺、リング上で火花を散らします。第9ラウンド、とにかく渡辺二郎のファンとしてはなんとかあの得意の右のフックをね、顎の先端に決めてもらいたい、こういう気持ちでいっぱいでしょう。放送席の高尾さん、はい、今気になる採点を聞いてみたんですがね、日本人記者席は、渡辺のリードはありません、はい、大体3ポイントから4ポイント WBC チャンピオンのパヤをリードというふうに出してますね。そうです。それからタイのね BBTV の中継席に聞いてみたんですがね、アナウンサーがもう立ち上がって興奮してしまいましてね、何も言えないという状況ですね。なるほど、採点的にはパヤオが有利ということであります。そうするともう残すところがこのラウンドを含めて4ラウンド、渡辺はなんとかポイントの挽回をしなければなりません。パヤオの右であります、左だけかと思いましたが右も強いパヤオであります。さすが WBC のチャンピオン、タイが生んだ7人目の世界チャンピオン、5年ぶりの世界チャンピオンであります。モントリオールオリンピックで銅メダルを獲得しました。その時は目の怪我で準決勝に進出できなかったということを言っておりました。タイでただ一人の史上ただ一人のメダリスト、このパヤオ・プンタラット。第9ラウンドもパヤオが得意の左右を顎に決めます。しかし渡辺ひるまず、渡辺はあそこから手を出したいですね。そうですね、あの大きいですから相変わらずね、あのパヤオのだから相打ちでもいいんですけどね、細かいの打てればいいんですけどね、渡辺の左のストレートショートで顎を捉えました。ワンツーはかわしましたパヤオ・プンタラット。 WBA の世界チャンピオン渡辺二郎、サウスポースタイル、右のストレートはうまく当たりました。あ、ボディアッパーから右フック、早尾、渡辺が今日はまだほとんどボディーブロー打てませんね。そう、さっきのほどあのストレートですね、あの、はい、ストレートボクテンのストレートですね、あれが当たったんですがね、ああいうパンチ打ってたら面白いですね。それからあの渡辺君のいつもの当たってからの右アッパーですね、右アッパー右引く、
お互いにそう至近距離での打ち合いだ。場内が歓声が大きくなってまいりました。大阪城ホールボディアッパー、さあ打ち合いに出るか渡辺、第9ラウンド勝負、勝負をかけるか。ここでゴング、ここでゴングであります。最後の15秒の勝負にかけました渡辺でありますが、原田さんの採点は10対10、小林さんは10対9で渡辺が取っております。今日は世界チャンピオン同士の対戦ということでリングサイドが10万円という値段でありますが、ご覧のように大阪城ホール満員の配信で埋まりました。真夏の世界チャンピオン同士の決戦、こちらが WBC のチャンピオンパヤオ・プンタラット、 WBA のチャンピオン渡辺二郎、残すところ3ラウンドとなりました。この世界タイトルマッチ、渡辺が止める。やっと渡辺が攻勢に出ました、ね、渡辺思い切ってパンチを放ちます。やはりこのラウンドあたりもう渡辺は勝負に出なきゃいけない。もうだって12回ですかね、はい、15回と思っちゃいけません。12回ですから、だから自分でも分かってますからね、もうこの回3ラウンドもう受けますから一旦はいいですね。今まで15回の世界タイトルマッチを何度も経験した WBC の WBA のチャンピオン渡辺、一方のパヤオは12回戦をやった経験がわずか2回しかありません。 WBC のタイトルを昨年11月に獲得して、この3月に防衛に成功したパヤオ、そのパヤオに対して渡辺が攻勢に出ます。第10ラウンド、パヤオのまた眉間から一筋血が流れてまいりました。渡辺の2代目の血は止まっております。今日は第1ラウンドから積極的にボディーブローを打ってまいりましたパヤオ、ちょっと想像をできなかった一面もあろうかと思います。渡辺よくパヤオはとにかく顔面へのパンチはうまいけれどもボディーはうまくないと言われてましたんでね、予想外にボディーブロー、これが秘密の兵器だったんでしょうか。一発一発に思いっきり力を込めるパヤオ、おっと右のストレート顔面を捉えました。パヤオの右のストレート、長いパンチ、渡辺もこれでね、やっぱり相手を渡さなきゃいけないですね。向こうも疲れてますからね、はい、やっぱりここで打たしちゃうとまた乗らされちゃいますからね、乗りますから中心に。お互いに疲れたところが勝負なんですよね。そうですよ、ね、15回と違いますから、12回ですからね。いずれにしても日本対両国で初の世界チャンピオン同士の一戦、第1ラウンドから緊迫の連続であります。非常にボクシングの上手いパヤオ、一発の強打に期待をする渡辺、これどこかにやっぱり渡辺君はですね、挑戦者という気持ちがないとですね、ああいう手は勝てません。そうですね、はい、今のような攻撃がいいわけですね。パヤオが少し口を開くようになりましたか。パヤオもちょっと疲れてるような感じがするんですかね。でも頭が入ってきますからね、先ほどまであの手数も少ないし、はい、スピードもただ思い切って打つだけですからね。左のストレート、渡辺の左が当たったところでこのラウンド終わりました。このラウンドの採点は原田さん、小林さんともに10対10の互角であります。さてそれでは前のラウンドの渡辺の攻撃をスローでご覧いただきます。渡辺が本当にそうですね、こういう攻撃をしていれば、パヤオもなかなかね、こう入ってこれないし、そうですね、いいわけなんでしょうけどね、回も持ってきますしね、疲れてきますから、僕はこの2回がね、もう勝負ですよ。だからもうこの本当にですよ、この回とあと12回、勝負だと思いますよ。放送席の高尾さん、はい、パヤオサイドもね、もうこれからは勝負だ、タイの国王がついてるぞという声も飛んでますね。ああそうですか、タイに今衛星中継されておりますこの試合、あるいは国王がご覧になっているかもしれません。来日の時も国王の肖像画を持って、空港を降りてまいりましたこのパヤオ。アマチュアで鍛えた正統派のボクシング、しかも間合いの取り方の絶妙のうまさ、この辺がやはりアマチュアで銅メダルを取ったうまさなんでしょうね。原田さん、そうですね、うまいですね、
チャンスに見るとね、それからストレートもいいし、ただ渡辺君の今日のね、はい、僕ちょっと感じたんですけどね、ストレートを打つときね、左足をやっぱり前に出しちゃうときが多いですね、だから預けちゃうから、だから次の返しができないっていう場合も多いですね。左のストレートがちょっと渡辺は長すぎますか ね、もっとショートで打って右のフックを返すというところが期待したいところですね。大前みたく軽くですね、力を入れないで、ワンツースリーと打てるといいんですけどね。左のストレート渡辺、しかし単発、体がだから調子いいときって思い切って倒そう倒そうって気がありますからね、そういうのがありありと見えてる感じでしたね今まで。本当にしかし試合前の状態というのは、パヤオの方が軽量に一度失敗をしたと、渡辺の方は一発でパスをして絶好調という感じがあったんですけれどもね、やはりね、試合をしてみなきゃ分からんですよね。ああ見当たりました、渡辺の右左のストレート、ナイス。いやこの渡辺を見ちゃいけないですね、ここで見ちゃいかんですね、見ですね、パヤオがじわじわと行きますからね。これは渡辺としてはやはりパヤオのカウンターがあるんで入れないんでしょうかね。いやそれもそうですね、ストレートが怖いからですね、でもそれほども良くないですよ、前みたいなあれはないですけども、やはり頭にそれがあったらもうできないですね。はい、はい、高尾さん、はい、渡辺サイドもね、このまま判定だと負けるだということでね、もう5サインを出しっぱなしなんですけどね、渡辺の方が動かないということですかね。そうですね、29歳の渡辺二郎、27歳のパヤオ、試合は第11ラウンド余すところあと30秒となっております。さあ渡辺が連打をしました、コンビネーション、とパヤオの体が流れた、渡辺チャンス、渡辺チャンス、いかない、以前の渡辺だったらここで行くんですけれどもね、はい、ちょっといけないですね。場内大きく盛り上がっております。渡辺ここで期待に応えたいところ、渡辺の右、右服、左、右服、相打ちの右、しかしパヤオが一発返した、ここでゴング、ここでゴングであります、第11ラウンド終わりました、このラウンド、10対10、小林さんも原田さんは、原田さんは渡辺がワンポイント取っております。さあ、12ラウンド47分間の世界タイトルマッチ、最後の3分になっております。赤コーナーの渡辺、そして青コーナーの WBC の世界チャンピオン、世界ジュニアバンタム級チャンピオン、パヤオ・プーンタラット、さあ最終回、さあ、いやいいですよ、始まったんだからもう泣いても笑ってもこの3分間、渡辺の KO 勝ちに期待をする大阪城ホールのファン、大きな声援を飛ばしております。渡辺も15回やってるんですからね、もう12回ですが3番目を無視で全部3分間にかけたらいいですね。そうですね、3分間になりそうだ、最終回パヤオも負けておりません、渡辺が打ち合いに出る、しかしパヤオよく打ち返しますね、非常に打たれてもすぐ打ち返す、渡辺の右、また右だ、パヤオの右もいいですよ、ボディーブロー、左のアッパーを返した、最終回激闘であります、両選手12回と短い試合とはいえ、両選手気力根性を尽くした激闘、四角いジャングルの中チャンピオン同士の戦いが続く、右のフック、パヤオの右のフック、冷静に間合いを取るボクサータイプのパヤオ・プンタラット、渡辺は間合いを詰める、最終回もあと1分20秒になろうとしております、パヤオの思い切った強打でありますが、これはかわしました、渡辺は得意の右フック2つを狙っているか、渡辺は右服が当たるか、おうおう、ワンツー、渡辺のワンツー、しかし萱も打ち返す、萱も打ち返す、ジュニアアンドの激闘、打ち合い、相打ちです、じゃあそう、いやこれで渡辺行かなければダメですよね、ラストですね、これそうですよ、時間は刻一刻となくなっております、おうおう、当たった、強打が当たった、クラッときました、クラッときた、萱を
強かったですが、いや強かったですね、WBA の渡辺も最後の最後土壇場であのすごい攻撃、これは本当に見応えありましたね。さあどうですか渡辺さん、判定は渡辺、判定は渡辺、渡辺の判定勝ち、渡辺統一チャンピオン、 WBC のタイトルも取りました。渡辺二郎両者譲らぬ戦い、最終的な WBC、 3人のジャッジは渡辺の勝ちとしました。WBA とそして WBC のタイトルも合わせて取りました渡辺二郎。場内では認定証の授与が行われておりますが、ジャッジの3人の採点をご紹介いたします。まずヤングさんが116対113で渡辺の勝ち、それからフィリポさん、この人はアメリカですが117対112で渡辺の勝ち、もう一人のイタリアのベルチニさんが115対116、これはファヤオの勝ち、2対1スプリットデシジョンですね。そうですね、やはり際どい判定ですよこれはね。はい、放送席、はいはい、渡辺選手のインタビューです。渡辺さん、これで真の世界一ですよ。はい、良かったです。どうでした今日の試合は。一戦一戦ピンチですけど勝てて良かったです。皆さんが応援してくれたことです。どうもありがとうございました。パヨ選手はどうでしたか。パヨ一発乗ってましたからね。僕もカウンターが前にいることで入るのが怖くてね、ああいう展開になりましたけど勝ててよかったです。勝因は何だと思いますか。やっぱり応援ですね皆さんの、はい、ありがとうございます。さあこうなると次の目標は2階級制覇、バンタムへの挑戦という話もあるんですが。はい、ダビラってスターです。はい、本当に真の世界チャンピオンおめでとうございました。どうもありがとうございます。採点は場内でも今発表されておりますが、結局2対1をもちまして渡辺二郎が WBC の新チャンピオンとなりました。これで WBA と合わせまして、統一チャンピオンになったわけであります。2つのベルトを抱えます渡辺二郎選手、見事に統一チャンピオンになりました渡辺二郎選手には、この放送のスポンサーサントリー大塚製薬、オートバックス、トヨタ自動車、片岡物産、キャノン、日清食品、全日空、水野スポーツ、各スポンサーから勝利社長トロフィーが、それから株式会社オートバックスの住野俊夫社長から贈られます、高々と差し上げられております渡辺二郎選手であります。そして、敗れました早尾選手に関東賞トロフィーが贈られます。さあ原田さん、はい、本当に微妙な判定、はい、2対1、はい、審判の方も割れましたけれども、原田さんの、はい、今日の試合に対する印象ちょっと聞かせてください。そうですね、渡辺君は前半って言いますかね、10回ぐらいまでやはり、いいペースでパヤのペースで来ましたね、はい、で僕は最終のですね、11回12回ですね、渡辺が取ったことでね、僕は4回あと取ってるんですよ。僕の判定全く引き分けなんですね、はい、でも、やはり最後の追い込んだね、やはり15回の経験が物語ってですね、最終に追い込んだってことがやはり勝因につながったんじゃないんですかね。小林さん一言どうです、はい、前半ね取ったの渡辺君悪すぎたんですよね、出ていかなくて待ちすぎたんですよね。そこはね逆にパヤオが攻め込んできてね、
あの渡辺君の右ストレートですね、渡辺君のそういうのったものでね、前半はやっぱりあのパヤオ、後半はあの渡辺君ですね。なるほど。いやそれにしてもすごいチャンピオン同士の一戦でありました。お楽しみいただけたと思います。パヤオ選手はもう引き上げました。リング上では渡辺二郎選手、統一チャンピオンになりまして、今喜びの表情、それもかなり厳しいところでありますけれども、この後ですね、6月15日ラスベガスで行われました世界チャンピオン同士の真の王座決定戦、ジュニアミドル級タイトルマッチ、トミー・ハーンズ対ロベルト・デュラン、壮絶なナックアウトで決着のつきました一戦を録画中継でご覧いただきます。こちらもどうぞお楽しみください。